はい、皆さん、ひよこねです。シーの前回の続きからやっていきます。声がガラガラだね。公衆電話へ向かえという話だったと思います。どうしようかな。そうか、じゃあ行きますか。どっち行こう。どっち行けという話だったっけ。わかんねえ。クリスティが電話見た場所ってどっちだっけ。覚えてねえから適当でいいや。こっちは、その電話ボックスは錆びれた救急車の外れにポツンとあった。すぐ向こうには例の H 乗次会が広がっている。クリスティはここで電話をかけた後、はい、ごめんなさい。ここで、マイクがちょっと、いがらだため、ここだけ音声後取りでやっております。続けてまいりますよ。その声がどこか話に聞こえてない気のせいだろうか。あー、もうタイミングがわかんない。クリスティは気にしていないようだ。彼女の注意は電話ボックスへ注がれている。なんでこんなことしなきゃいけないんだ。あの時、口の花嫁に収集刻まれたな。ああ、私全然気づかなかったは普通の状態じゃなかったし。噂によれば待っていれば電話がかかってくるらしいが、やはり外で待っていても無駄、ダメだろうな。そうでしょうね。私の時も電話ボックスに入った後だったし、だが電話ボックスに二人は入れない。自分とクリスティどちらが入ろうか。まさか私にさせる気なの？この女、わざわざ、この女、女とカッコつけてやらせやがって。自分が入るしかない。入ります。電話ボックスの中は狭く身動きがほとんど取れない。タイミングわかんないね。こんな状態で怪異に襲われたらひとたまりもないだろう。ガラスが曇ってるせいで外がよく見えないのも不安を誘う。電話かかってくるまでどの程度待ってればよいんだろうか。その間、何気なしにボックスの読み回してみると、ガラスに貼られた注意書きの貼り紙が気がついた。これはなんかありそうですね。捜査にご協力を。1990X 年2月4日深夜、この先の H 乗次会で暴行事件が発生しました。もうタイミングが、お心当たりある方は H 警察署までお知らせください。日付は5年前のものだ。当時この辺りで物騒な事件があったらしい。はい。なんでしょうね。これが何につながるか。お、電話だ。電話が鳴り始めた。90年代は？あ、帰ってきましたね。引き続きお楽しみください。戻ってないんだな。戻ってないのか。このタイミングじゃねえ。ジャギの向こうから聞こえたら人の声ではなく発信音だった。なんだ、大体こういうことが起きてたよな。マイク、行かれたり。どういうことだ。ちょっとマイクを買い替えなきゃな。奇妙な音が聞こえ始めた。うわー、くちゃくちゃ言ってるね。なんか、くちゃくちゃという唾液の湿り気が伝わる咀嚼音。うわー、咀嚼音 ASMR だよ。俺の嫌いやつだ。嫌いなやつよ。あなた見たの？咀嚼音に紛れる女の声が聞こえた。あ、回復する？じゃあ、ここまでですかね。いや、いつタイミングが回復するかわかんねえ。体の芯を凍らせるような薄気味悪い霊気を帯びた声。これが口の穴読みなのか。口の穴だね。さあ、マイクは、すげえ行かれてますが、口らない目からの覗き会が繰り返された。噂によれば、ここは見てないっていう噂だったので、見てないを選択します。真剣な口調で見てないと答えた。はい。とすると、口らない目はどうなる？何が見たいの？ここまでは噂通りだ。口らない目は探し物のありかを何でも答えてくれるという。なんかね、俺ずっとありかをありどころと呼んでたんだけど、なんだろう、行かれてたね。それを聞いてみますか、ありかを。普通、回復したかな。じゃあ引き続きお楽しみください。お届け様。
あなたにはもうあなたの胸に、証を刻んだ仏様がいるはずよ。ねえ、新しい仏様を探してどうするの？急に饒舌。マジっすか？ねえねえ、どうすんの？ねえ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 、教えてよ。ねえ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 。ザー、ザー。ええ、怖い。ねえ。突然電話が切れてしまった。でもなんか知ってんだ。知ってるっていうか、なんかわかるんだね、クジラの意味は。あ、でも答えてないの。そうだ、答えてないね。ありかは。A とやつの時となんか違うね。なんだろうね。腕の印が自ら主張するように上理と胸を、熱を持った。クジラの意味がおかしかったのはこいつのせいかもしれない。そういえば、印を刻んだのは仏様だとか言ってたが、狂気に支配された女には仏と怪異の区別もつかないのだろうか。それとも、この印はやはり仏像のただりのせいなのか。なんかやっぱそこは関係ありそうだけど、しばらく待ってみてがもう電話がかかってこない。ここにいても仕方なそうだ。場所は結局わかんなかったと。ボックスから出るとすぐにクリスティが近づいてきた。顔色が悪いけど、何かあったの？いや、何かあったよ。ありまくりよ。ありまクリスティや。やべ、すっげえしょうもないこと言っちゃった。うわー、カットして。うわー。俺、このしょうもないことにすごい後悔覚えちゃう。何言わせと違うじゃない。クリスティも首をひねってる。ひとまずもう一つの電話ボックスに行ってみない？あ、クリスティだった。なんか手がかりがあるかもしれないし、場合によってはもう一度チャレンジよ。俺がやるんだよな、それをな。お前はな、人にやらせてよ。今は考え込むようにできることをしよう。最後の電話ボックスなる T ランチ公園は九条川さんで反対側だ。一度九条川に寄った後向かうとしよう。戻ったついでにメリーから話を聞いてみるのもいいかもしれない。はい、そうっすね。じゃあ戻りますか。で、聞いてみますか。こんなことがあったよ。お疲れ様です。行ったパソコンにテープつけたし。クジラ花嫁の様子がおかしかったと。彼女はあなたの胸に印を刻んだ怪異を仏様と呼んだようですね。ちょっと待って、パソコン大丈夫かな。彼女の瞳に何が映ったのかはわかりませんが、様子を聞く限り尋ねてくれて答えるはずもないよ、ないでしょう。とはいえ、まるで会話が通じないわけではないようです。どんな手を使っても良いので、ここは情報を引き出すべきかと。俺の生活のに紛れ。話が淡々と進んでしまった。まあいいや、もう一個の方行こう。D 団地公園。待て、クリスティでいいのか、これは。ちょっと画面映えを気にする俺はこいつ。お前そんななの。あえてこいつで行こうかな。あ、間違えた。あ、合ってるわ。十棟の間に隠れるようにして小さな声があった。すでに、寝静まっているだろうか、周囲に人の気配はない。まあまあ、そうでしょうね。クチラ花嫁の噂があるのは、こんな感じじゃなかったな。クチラ花嫁の噂があるのは、あの電話ボックスのはずだよ。でもさ、子供のいない公園って、寂しくて不気味だよね。さて、ここまで来たのはいいものの、なぜクチラの夢からの電話が途切れたのか、いまいち理由はわからないままだ。噂通りにやったはずなのだが、
なんかあるんだな。一体何が悪かったんだ。誰に言うともなく一人落ちる。ん？決まった説に従わず逆らえ。逆らえ。なんだろう。不意に例の不思議な声が聞こえた。これはいつもながら誰なんだろう。ちまたし、つまり噂のことか。噂に逆らうと何が起きるというのか。エイタ、車に戻っててくれ。試してみたいことがあるんだ。もしかすると、まずいことが起きるかもしれん。うわ、もくった。ちゃんと戻ってきてよ。僕、車の運転できないし。はい。あ、そうだ。あ、ちょい待ち。疲れたな、これ。普通に読もうかな。エイトは、得意げな顔をして人差し指を天にかざした。なんだ？これは、僕が BBS から入手した最新の情報なんだけど。BBS？ ん？クチャラ、クチャラは何かを見ること、あるいは目そのものに執着しているらしい。ん？もしやばいことになったら、それを思い出してよ。ん？どうしようと言うんだ。それは僕も特には。とにかく、目とか、言わないようにするとか。目とか、全部目じゃないか。だから、字とか意味が違うやつだってば。あ、念のため、英語も先の方がいいね。ほら、愛とか。はあ、頼りにならないにも程がある。まあ、参考にするよ。じゃあ、車に友達った。目を言っちゃ、ダメ、ということですか。中に入り、電話が鳴るのを待った。待った。この電話ボックスにも張り紙があるよ。T 和山休憩所の者同意を払われてから優に数年は経過しているようだ。OL 誘拐事件に関する情報提供はさっきと違うやつか。1996年2月8日、夕方この付近で近隣に住む女性の誘拐事件がありました。目撃した方は近くの警察署まで情報をお寄せください。うん、5年前の2月8日、まただか。確か、あっちの方も同じだったよね。偶然かな。偶然じゃないよね。できすぎてるよね。まだでまだ。ジョイキに手をかけ、ゆっくりと持ち上げてくる。うわぁ、そしてこの ASMR だ。やだなぁ。嫌いだなぁ。こっち嫌いだなぁ。ジョイキの向こうからガム噛むような音が聞こえてきて、凍るような冷たい響きの声が聞こえ、なぁ、流れた。あー、すげえ言ってんじゃん、あなたみたいのって。流れに誘う。逆らえばいいんだよね。見たといいのかな。見たにしようかな。見たに放棄。見たのね。私のあれを見たのね。あ、切れちゃった。うわ、ホラー映画によくある展開だ。心臓がきつくなるやつだ。聞かせて。どうやって見たのか。どうやって見た。目で、それとも双眼鏡、望遠鏡。はあ、なるほど。これ目を言っちゃダメなんだよね。わかりました。なるほど。だから目はダメで、双眼鏡もガン入ってるから望遠鏡か。いいよね。
します。電話の向こうから何か探るような気配が伝わってくる。なんだ、見たと言ったわね。色？とても綺麗な色。ん？真っ赤なピンクのエメラルド。ん？まあ、エメラルドの目は、あれだよな。目はダメだ。で、真っ赤な感じか。感じの、これ目が入ってるか、ピンクか。ピンクかな？目が、真っ赤の間に、感じとして入ってるからダメなのか。そんな頭使ってくんの？こいつ。見た？あなたどんな人？何が大切？大切？夢、恋、愛、どれを選ぶの？うわぁ、そんな、ロマンティックだ。でも、あれだね、夢と、今目が入ってて、愛も、英語の愛だからダメだね。恋か。恋だね。うん、ふん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 。なるほど、なるほど。どうしてそんなに目に恋するんだい。あとしたんだい。福田くん。どうしてそんなに目に恋するんだい。クシャラの意味の質問は奇妙だった。彼女はこちらが何を見たのか極度に気にしていた。質問への回答も目と関係ない。言葉を選んだのが正解だったし、人の目は見られることへの過剰な意識。そこに彼女の秘密があるのだろうか。うん。外へ出るとエイタが駆け寄ってきた。急に印がいたんだけど、何かあったのかい？福田くん。あの子くん、僕にはさっぱりだね。やはり、わかるわけはないか。おいや、電話マックスのそばに何か落ちてるよ。確かに、薄暗い地面の上に折りたたまれた紙が落ちているよ。サザエ。どうやらメッセージカードのようだ。真似できない。なんとなくやってるけど、真似できないし。フグ田くん声変わったし、もう。カードを拾って開いてみると。ん？聖子さんへ。君の無念を僕が晴らしてみてる。天国にいる君があの事件を忘れて安らかに眠れるように。事件。なんだろう。なんかありそうだね。事件。ボックスの中の張り紙文字。そこか。関係、大ありじゃんよ、絶対によ。エイタに今日聞いてみると。どうなんだろうね。あまり真面目に考えてるようには見えない。それよりさ、噂の電話ボックスも三つとも見たわけだし、相方に戻らない。すずちゃんも心配しているだろうから。そうだね。そうだね。一応グループに戻るとしよっかな。そしたら。一旦ここでやめとくか。キリいいし。じゃあ一旦、ここで、終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。次なんだろう、一旦郡上丘に戻ってまた探索かな。はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこまででした。良い夢を。